1915年ウィリアム・ヘール・トンプソンは、アメリカの政治家、ビッグ・ビル・トンプソンという通称で知られる、ボストンの資産家の家に生まれる。若い頃は、ユニオン・パシフィック鉄道の製造主、牧場手伝い、カウボーイなどをして働いた。次第に贅沢な生活がしたくなり、シカゴに行き、やがて政界に入る。貴族の未亡人と結婚しており、ビクトリア朝時代の名家の恩恵に預かり、 ユダヤ人女性を囲っていたという、思うがままのみくよし、派手やかさが彼のトレードマークだった。女性関係にはだらしなく、選挙活動では、売春宿にたびたび出入りしていたことを認めざるを得なかった。1915年から一期目の市長を務めたが、1923年に、ウィリアム・イ、e、ディバーに敗れてゲアした。百二十七年の選挙で現職のウィリアム・イ、e、ディバーを破り、 市長になった。1927年4月13日に市長として宣誓を行う。選挙戦ではジョージ・モラン一味の支援も取り付け、アル・カポネも26万ドルを献上した。アル・カポネは自分がトンプソンに送った26万ドルの献金が最良の投資だったと思った。トンプソンが市長になるとカポネ組の活動は今までよりますます活発になった。 事実トンプソンのお気に入りのナイトクラブの一つがシセロに、あるラルフ・カポネが経営するコットンクラブだった。この店は汚職にまみれきった政治家とギャングスターのたまり場でもあった。1928年の大統領選に現職のクーリッジ大統領が再選に出馬しないと表明すると共和党の次期大統領候補として売り込んだ。貸し切り列車で 全国横断遊説旅行に出発し、各州を回った。ニューオリンズでは、ルイジアナ州知事になる、ヒューイ・ロングが、トンプソンのために歓迎会を開いてくれた。この盛り上がりを、ニューヨーク・タイムズ氏は、ビッグビリズムという信号を作り乗せた。トンプソンの腐敗した行政は、市民の憤怒を買っていた。トンプソン政権の間に、暗黒街はかつてないほど繁栄した。巨悪犯罪も増加し、 1928年にシカゴで367件の殺人があった。警察が何人かを逮捕し、市民からは犯罪防止のため極刑に処するべきという世論が出ても、死刑は一度も行われなかった。トンプソン市長は財政面でもひどく赤字は3億ドル近くに達したという。市民はギャングスターがシカゴを支配していると思った。トンプソン市長のシカゴは、 ギャングスター天国として全国に知られ笑いのためにされた。このことについてトンプソンはシカゴもニューヨークや他の大都市と同じだが、シカゴは犯罪を記事にして、他の大都市は記事にしないだけと言った。1931年の市長選の予備選でジョン・ライルに勝利する。しかし市長選ではトニー・サーマクに大敗する。1943年にイリノイ州知事選に出馬するが落選。 翌1944年に肺炎で死亡。映画アンタッチャブルにも名前だけ登場する。ありがとうございます。